皆さんこんにちは、関真理子でございます。今日はゲストにギターの白方武さんをお呼びしております。皆さんこんにちは、白方武です。武さんは私が古くからご一緒させていただく機会が多かった素晴らしいギタープレイヤーでいらっしゃいます。ご存知の方も多いと思いますが、武さんのお父さんは有名なスティールギタリストのバッキー白方さんでございます。改めまして、今日は私の動画にご参加くださいまして本当にありがとうございます。でも本当にね、武さんとは長いお付き合いで、ですね、もう50年ぐらいになるのかな、そのぐらいになるんじゃないですか、ね、ということは、そこそこ武さんもいいお年なんですよ、ね、四男坊でいらっしゃるんでしょ。四男坊でしょ、ね、はい、私とちょうどね、一回り違うの、彼は、うん、同じネズミ年なんですよ。たけしさんの最近の活動の様子を少しご説明いただきたいんですけど、どういうところで。そうですね、渋谷のバッキーとか、あと国立の八本、あとは北千住のワイハー、それと四ツ谷のボビーズっていうところで、まあライブ結構忙しいんですね、はい、やってます。ありがたいことで、ねえ、でも八本っていうのはもともとカントリーのね、そうそうですね、お店で私どものね、スティールギターの一番最初のおさらい会っていうのはね、神谷の紹介で八本でやったんですよ。昼間にやった、そうですね、はい、懐かしい場所、まだあったんですね。まだやってますね、今はもうカントリーの連中とか、ジャズとかシャンソンのあれがやってますね。でも随分昔だから、どうしたかなって、折々思い出すんですけど、もう全然神谷がいなくなっちゃうと思う、そういうとこ行かなくなっちゃう。ところで、たけしさんにお伺いしたいんですけど、はい、お父様のバッキー白方さんから音楽を演奏する上に一番影響を受けたとか、心に残ってる思い出とか、そういうのは何かお話ししていただけますか。そうですね、うちの親父から影響を受けたっていうのは、音楽をやってる時に、お客様に対しての、気配りっていうか、諦めないんですよね。例えば若い人たちの前で演奏した時に、こんな音楽が俺たちは知らないよっていうんだけど、うちの親父っていうのは諦めないでこの音を聴いてくれっていうあれで、弾いてるその姿がすごい今でも印象に残ってますね。ああいう自分はプレイヤーなんだけど、なんとか聴いてもらいたいっていうそういう意思っていう、それと僕なんか思うのが、親父が亡くなった後こんなすごい親父だったんだっていうのを初めて自分で今どんどんのしかかってきてますね。でしょうね、親父もすごくなんかね、ジャズの連中からにしても前田の龍さんとかああいう人たちになんか、お前の親父がいなかったら日本のジャズはこうにならなかったんだよっていうことをよく聞かされましたね。たけしさん、はい、お父様と一緒に演奏なさっていた時の何かエピソードというか、はいはい、心に残ってる情景というのありますか。そうですね、毎回こうステージに立ってやってる時に必ずその同じ曲っていうのが何回もやるんですよね、はい、だから元親父っていうのはたくさん曲を知ってるのに、歌でもこの曲を必ず入れるっていうのは一回聞いたことがある。親父なんで同じ曲ばっかりやるんだって言ったらまだこの曲を自分でマスターできないって、ね、
だから僕は何回も歌うなんてね、その気持ちってすごいなと思いますね。だから自分でも本当にこの歌ってる時に、ああこれまだ完全じゃないなって思うようになりました。はい、ちなみにその曲名は覚えてらっしゃいますか？はい、マリさんもよくご存知の、親父が大好きな曲、マイルイトリチカディなんですよ。はい、あれはもう何回もやってましたね。もうね、もうこの曲は自分でもうまだマスターできないっていう。そうなんですか。はい、あのバッキーさんがやっぱりそこまでなんていうのかしら、ね、おっしゃるっていうのはやっぱりさすがですね。素晴らしいですね。本来はそのバッキーさんのこだわりの曲「マイリズ・チカーディ」一緒にご一緒にやりたかったところなんですけど、はい、私はあいにくあれをやっておりませんので、次回また機会がありましたら楽曲いただいてご一緒させていただきたい。はい、わ、はい、かりました。喜んで。私はもうとてもじゃないけど、はい、お父様に弾けませんけれども。とんでもないです。挑戦してみたいと思います。喜んでぜひ一緒にやりたいです。今日演奏いたします曲はバリバリの浜辺、はい、昔のね、懐かしい曲なんですけれども、はい、初めてご一緒させていただいたんで、まずはたけしさんのギターからお聴きになってください。よろしくお願いします。Thank you.
割りの浜辺、いかがでしたでしょうか。次回の動画はもう一曲たけしさんに参加していただいて、ワルツの美しい曲の夢の黄金の島という曲を演奏いたします。それではたけしさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします、はい、ぜひ、はい、それでは一緒にアローハー。ちょっとごめん。